わーお。トルテチャンネル。はい、みなさん、おはようございます。今日はですね、2日目の朝を迎えております。城崎温泉ですよ。はい、じゃーん、トルちゃん豪華ですね。朝から朝ごはんがこんな感じで、お品書きも書いてくれてます。はい、そしたら朝ごはん食べて元気に今日も楽しくいきますよ。レッツゴー。ホテルのプール見に来ました。父ちゃんはプールには浸かることができませんよ。うーい、今からトルちゃん泳ぎに行きましょうか。はい、トル今日はワンワンビーチに行きます。こちらはワンちゃん連れの方しか入れないビーチですよ。すごいね、トル。トルちゃんはこんな感じでライフジャケットを1000円で借りました。前持ってたやつはですね、もうね、ちょっとデブくなっちゃって入らなくなったからね、トル。うわ、いい顔してる、トルちゃん。ねえ、帽子もかぶって万全ですね。トル、じゃあ行ってみますか。それからそれから、トルテチャンネル、こんな感じです。すごい、ちゃんとゲートがあって仕切られてますね。ドッグランみたいです。こんな感じ。はい、こんな感じで感染対策もバッチリでございます。はい、それじゃあ行ってみましょう。わー、楽しそう。大好きな砂屋で撮るねえ。父ちゃんお砂大好きやもんな。顔うずめないでね。あー、どう、行こう行こう。わー、どこ行く。きゃー、熱い。砂が熱い。撮る、ちょっと入ってるから大丈夫か。熱い。じゃーん、めっちゃ空いてる。今日、今日はね、平日なんですごい空いてます。よかった。はい、トルちゃん準備万端です。わお、テントも立てれたし、浮き輪もパンパンに膨らましましたよ。トルもライフジャケットを着て、パパも水着を着ました。ここのね、石めっちゃ痛いんですよ。だからこういうやつないと絶対生きていけないんで、皆さんここに来るときは絶対にこれを買ってきてください。最近だと100均とか300円のところでも売ってますよ。さあ、トルちゃん、トルちゃんは暑いからね、パパがここ冷たくしてくれてるよ。結構ここね、砂利がすごい暑いんですよ。気をつけてください。皆さんをつけてかっこいいですね。わお、めっちゃ透き通る感じの海です。すごい綺麗、綺麗。かなりいい感じだね、トルね。さあ、もう泳ぎたいね。ほら、浮き輪に乗っていい感じですね。じゃあ行きましょうか。それからそれから、トルテチャンネル。わお、トル、足だけ使ってるね、ママの上に乗っていいですね。海の男です、トル。また
カクテルかな。マチ。マチ気持ちいい。マチかな。行こう。マチ来てるよ。ついにね。おぉ上手上手上手でした。ねえ、浜から歩いたね、トール泳いだね。わぁ、すごい、すかわいい。それからそれからトルテチャンネル。おう、先日ね、はい、まあ、言ってますけど、はい、こう動物たちがあったのかなと思うんですが、はい、わお、すごい、こっち向いてよ、かっこいい、わお、すごい、びしょびしょとるてでー。それからそれからとるてチャンネル。じゃーん、海で泳いだ後はこんな感じでシャワー上がるのと、トルちゃん、ワンワンはワンワンの温泉があります。トルイユザナ、ハハハ、落ちたよ。トルちゃん、これね、温泉なんですよ、本当にね、トル。わー、気持ちいい。わー、あ、ぬくい、気持ちいいね。あー、トル気持ちいいでしょ。あー、嫌じゃないね。ね、海水に浸かったからちゃんときれいきれいしないかんね、トル。かわいいトルちゃん、海水に浸かるトルテです。パパに洗ってもらっていいね。おお、頑張ったね、トル。あー、気持ちよかった。トル初温泉やな、トルちゃん。わお、ブルブルせんの、トル。誰みたいになっちゃいましたね。はい、ラストはトルちゃんの華麗な泳ぎでお別れしましょう。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんも愛犬と一緒に泳ぎに行ってみてはいかがでしょうか。
じゃあね、バイバーイ。